8番参りましょう。 LGBT、島田陽一さんのツイートですね、副団長リツイートされてらっしゃるんでコメントお願いします。はい、これもまあ大事であると思います。本日今日から政府の LGBT 理解増進会議が始動するという、活動家の利権に奉仕し女性や児童のに害になることを決めないか、官邸は責任感ゼロ、エマニュエル米大使言いなりだけに自民党有志が詳しい報告を要求し厳しく監視していかねばならない。まあ、全くまあこの通りですね。これに関連して片山さつき先生がですね、一つ関連のツイートをされて、左翼の人たちがカウンターをしろとかですね、一生懸命こう彼らの言葉で言う犬笛みたいなのを吹いてますけれども、やっぱりですねこの問題ちゃんと国民の安全を守ろうということを、議員が、言おうもんならですね火あぶり焼き打ちにしようという人たちがいっぱいいるんですね。そういう状況を視聴者の皆さん知っていただいて、ちゃんとこういうことでしっかりと、国民の一般の常識的な国民の側に立って物申す議員をですねしっかりと守り支えていただきたいと思います。まあ、やっぱりね LGBT 法を提出者の答弁はね、これは理念法なんですということを繰り返し言ってましたよ。だけど理念法なら LGBT 理念法っていう名前にすりゃいいわけですよ。あくまでも理念ですと、だけれどもこれは理解増進法という名前がついている以上、理解を増進させる新しい事業が生まれるということになります。まあここの部分ですね、非常にこう答弁を使い分けています。これは理念法だから大丈夫じゃなくて、名前が理解増進法ですから、まあ、こういう会議が開かれるということですね。このギリギリの手前で止めようとしていたのが3年前の自民党法案であったわけですけども、ここに余計なものがくっついちゃったということになります。9番についても今副団長を触れていただきましたので次に参りたいと思います。はい、10番あちょっとじゃあ9番ちゃ、まあ、ちゃんとせっかくだから読んだ方がいいんじゃないですか。さっきやっぱさらっとしか触れなかったので、まあまあ次行きましょう。そうですか。はい、東海千秋さんのツイートですね。これは自民党のスキャンダルが止まらないということで、これは木原誠二官房副長官の話題であります。妻 X 子さんの元夫、種尾さん開始事件の再捜査をめぐり、捜査への関与が取り沙汰されている、木原誠二副長官、官房副長官、その木原氏が人妻専門デリヘリから風俗嬢を自宅に頻繁に呼び寄せ、違法な本番行為に及んでいたことが週刊文春の取材で分かった、刑事告発されても文春法ということで、チャット欄がやたらと今激しく盛り上がっておりますけれども、まあ正直私も木原副長官知らぬ間柄ではないので、これはもう番組の構成上取り上げておりますけれども、いやもうちょっとこういう報道が出るということ時点でがっかりでありますね。ただこれはまあ違法な行為に臨んでいるということになると、それこそまた別の意味で問題になってくる。どうもこの話は、2018年に再捜査が始まって、再捜査が始まってまあ多分捜査員が木原副長官、まあ、当時副長官じゃないですけど衆議院議員の自宅を、まあ、ずっと張ってた時にまたまたまこれが副産物として出てきちゃったと、まあ、多分これが
まあ、文春の方に、まあ、どういう形か分かりませんけれども、漏れて今回の記事になったということなんですけど、これはもうちょっとどんな展開になるでしょうかね、副団長。まあ、どういう展開になるかということは分かりませんけれども、まあ、こういう、まあ、まあ、10時過ぎてるからいいんだけどな、で人妻専門デリヘルで、まあ、違法な本番行為を、まあ、繰り返していたと、まあ、常連さんであったと、それが、官房副長官であったと、まあ、いうことでありますが、まあ、違法だと分かって、そういうことをまあやると、まあ、一般人ならね、ある程度その、まあ、許容される部分っていうのはあると思うんですけど、やっぱりその、法律を作る側の人なので、やっぱり普通の一般人よりは身を慎まなきゃいけないというか、きちんと、法律を守って、暮らし人生を過ごさなきゃいけないという、やっぱり責務はあるわけですよ。でもしこの法律がおかしいんだという確信があるんだれば、まあ、例えば売春禁止法を見直しましょうって提案するとかですね、そういうその、立法行為に働きかける、ことなく、こっそり隠れてっていうのは、やっぱりね、批判を免れることはできないと思いますね。はい、ありがとうございます。まあ、まだ記事が発売になっていませんので、一応私は一通り読ませて、いただきました、前すりのやつをですね、まあやはりちょっと言葉がないというか、まあ果たしてこういう話題で政局が語られるというのは誠に不本意で、ありますね、だけどもここまで政治的な話になっちゃう、ましてや話題の人物が官邸の副長官ということになると、うん、現在のな対応ではちょっと無理があるなという気がしてなりません。11番参りましょう。飯山あかりさんのツイッターです。この秋元という議員、秋元正俊衆議院議員ですね。でなんとこのヤフーニュースが伝えるところによるとですね、先物取引で数千万円の損失をここ数年の間出していたのではないかということが関係者の取材で分かったと。で統計地検特捜部は、まあ、損失と資金受領の関係も調べるということのようであります。まあ、先物取引っていうのは本当にまあ、難しいというか社交性が高いというか、まあ、私も金融機関にいた時にこの先物関係の、まあ、僕自身は取引は実は何度かやっとくかとかあります、まあ、今夜のシルバーカーまではいけないので、コーヒーとかトウモロコシとかエビとかですね、まあ、特にコーヒー、トウモロコシが非常に私が会社員の頃は多かったので、ありますけれども、まあなんかその先物で相当損をしていて、その補填に当てたんじゃないか、まあ、その辺をちょっと調べているということなんですけれども、まあ、飯山あかりさんの発言に戻りますと、この秋元という議員、風力発電業者から金をもらう、矢印、すぐさま競馬馬を買う、矢印、実は先物で数千万円損していたらしいのだが、何のために議員になり、何を考えながら議員生活を送ってきたのか全く理解できない。議員になるというのは体のいい金儲けの手段なの、体のいい金儲けの手段なのか、いかがでしょう、副団長。いや、この飯山先生の、まあ、感想ご指摘はその通りでありまして、まあ、その因果関係とかね、その別に議員だから経済活動しちゃいけないとは言いませんよ。はい、だけども、じゃあ先物ってまあどういうまあ活動かというと、まあ、その非常にハイリスクなわけですよね。まあ、そういうものに手を染めて、で案の定というか、数千万円ってね、そのとんでもない金額、穴を開けて、
で、それと、まあ、因果関係があるかないかわからないけれども、馬を買ってですね、で、3000、まあ、3000万円と言われている金額の、まあ、利益供与を得ている。まあ、なんていうかこう、荒っぽい、金銭感覚の議員だなというかですね、で、しかも、まあ、それが、非常にこう、まあ、今回も収賄でもって、立件されそうだということを考えると、やっぱりね、議員の資質に欠けるんじゃないかと思いますね。はい、ありがとうございます。それでは22時45分となりました。本日もですね、22時、25分の時点で、1700人を超える視聴者の皆さんがおられましたので、一般公開ライブ22時45分まで延長をさせていただきました。引き続き、このルールでですね、番組構成進めていきたいと思います。以上、一般公開ライブとさせていただきます。ご視聴いただいた皆さん、明日もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは続きましては静岡県の話題に入りたいと思います。12番有本香里さんのツイッターですね。これは静岡県の議員ですね。朝日新聞の記事をちょっと先に読みましょうか。また出てきましたね。そういえば東京の板橋区で似たような案件がありましたけれども、静岡県政史上最年少で当選した中山魔女さんって呼ぶのかな、県議がなんと無免許運転をした問題で、県庁で会見を開いて、免許証の失効を認識していながら故意に法令違反の無免許運転を重ねたことを認め謝罪、引責辞任、辞職はせず議員を続ける意向を示したが、自民は辞職を求める方針ということであります。まあこれは辞職でしょう。無免許運転で、無免許で運転をしちゃいけないなんていうことは、これもう小学生でも分かる話で、それが分かっていながらやってしまったら、これはもう問答無用で、これはまたずる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 とですね、板橋区の時川議員の時のようなことが起きてしまうんでしょうかね、副団長、いかがでしょう。これだから全くの無免許じゃなくって、免許を持っていたけど、更新期限が過ぎていたので失効したわけですね。まあ、いずれにせよ、無免許だよね。無免許。無免許です。うん、なので、まあ、その全く持ってない人がね、突然運転したよりは、まあ、情状酌量の余地はあるとは思いますけれども、やっぱり、無免許運転をしたということでありますので、まあ、これは、残念ですね。皆さんが、やっぱりこれは辞職を求めるというのは、当然だろうと思います。そうですね。こんなところで白状してもあれなんですけど、私結構会社員時代車で営業やってたんでね、よー切符取られましたわ。うんうん、僕もね実はね中期免停2回やってます。うんうんうん、で。まあ、その間ね、やっぱり短期、やはり1ヶ月メンテを、まあ、その日だけですね、やった時も、絶対に教習所までは運転 しないでくださいねって、やっぱり言われましたよね。それでね、うっかり失効も1回あるんですよ。うん、で、うっかり失効は半年以内に、すいません、うっかり失効しちゃったんでっていうことで、運転しないで、警察に行けばですね、ちゃんと手続きをやってくれます。だけども失効している免許証を持って運転した、これはもう明らかに無免許運転になります。そして私はうっかり失効も1年半以上過ぎちゃって、結局免許をパーにした経験があります。東京で僕ね、仕事をやった時に3年間本社勤めの時は車必要ないんで乗ってなかったんですよ。
で何の気がしない、免許証見てたらね、免許執行してて、ゼロからまた私は福島県で免許を取り直したっていうことがあって、まあ、その時に、ね、学生時代に、ね、自動二輪 400cc のバイクの免許を持ったんですけど、全部それパーですわ、まあ余談ですけれども、やっぱりね、まあ、こんなことやっぱ分かんなかったらね、ダメですね。どうぞ。それで、まあ、これで、まあ、指摘されている通り、まあ、この方が、辞職をされると、前回一票差でですね、可決されなかった、まあ川勝知事に対する、まあ不信任でしたっけ、これがですね可決しちゃうわけですよね。そうですね、ちょっと続けますね、まあ、有本香織さんのツイッター途中で読んでなかったので、まあ、つまり最年少で当選させるような静岡県民の良識まで問われてしまう、まあ、こんなことすら分からない人間を当選させたということですね。しかもこの議員選判の川勝知事不信任決議に反対票を投じた一人ということになります。つまり彼女の動向以下により川勝知事の今後にも影響が出るとメディアが騒いでいるが、そもそも彼女のようなとんでも議に議席を与えていなければ、さっさと川勝氏を追い込めたのかもしれない。まあ、さかのぼってこれがどう影響するのかというのは、また今後ちょっと注視をしていこうと。まあ、国会も県会もとんでも比率高すぎということで、有本さんが吐き捨てるようにツイートをされておられます。そしてその一票差云々ということで、まあ、本日のメインテーマになると思いますが、中野区で非常に大変なことが起きましたね。13番、はい、これはご当地中野区議会選挙に関わることでありますので、副団長よろしくお願いします。はい、今日各メディアでも報じられたんですが、この4月に ありました中野区議選でですね、まあ、1票の、差で、共産党の議員が当選をし、あ、1票じゃなくて 0.415 票差ですね、暗分票の差で、参政党の、候補者が落選をしたということについて、参政党の候補者が異議申し立てをしていたという案件でですね、今日ですね、採決があったようであります。都選管は、共産党伊佐哲郎氏の当選を無効とする採決を行いました。次点の参政党田中博氏が繰り上げ当選となります。伊佐氏が不服であれば東京高裁に訴えを起こすことができますと、まあ、こういう状況になりました。はい、これでですね、まあ、もちろん、共産党の議員の側は東京高裁に不服申し立てっていうのはできるんですが、これ多分覆らないです。今伊佐っていう名字はなかなかないので、書き間違えてこの票が増えるってことはなかなかない。しかし田中っていう名字はですね、広志って名前の人はいっぱいいるので、まあ、こちらの票の方が増える可能性がまだ、まあ、まだどちらかというとあるわけですね。まあ、こういう状況で、まあ、それでも、不服申し立てするかもしれませんが、再びひっくり返される可能性はほぼなくて、最高裁まで行ったとしても結論としてはですね、今回の4月の選挙、まあ、1人、順位が逆転して、参政党の田中さんが当選、共産党の伊佐さんは落選という結果になると思います。でこうなると中野区議会ではですね、共産党さんが5議席あったんですけれども、これが4議席に減るということになって、中野区議会の、規定ではですね、5議席以上の会派が、議会運営委員会に、代表者を出せると、まあ、こういうふうに決まっているので、議運の、委員を出す権利を共産党さんは数十年ぶりに失うんじゃないかなと、うん、まあ、こういう状況。そして、参政党さんは、中野区議会で初めて、1議席を、獲得することに、なるだろうと。でそしてこの共産党が1議席減って参政党が1議席増えると、田舎の区議会全体でですね、今立憲共産党の酒井という区長がやっているんですけれども、この立憲共産党の議席が1つ減って、まあ、これの与党ではない
どちらかというと、保守的な政党の議員が1人増える。さらにですね、議会は拮抗し、緊張関係になる。場合によってはですね、今回、中野区議会議長が初めてですね、立憲民主党の議長というのが、残念ながら生まれたんですけれども、これも実は一票差だったんですよ。なので、次は同じことは起きないだろうというふうに思う。こういう非常に緊張した、1議席の差でですね、議会はひっくり返る可能性があると。こういうことが、こういう影響を及ぼす今回の都選間の採決でありました。今回これ無効と、されたこの一票にはひらがなで伊佐真一と書かれていたようですね。ただこれ党派開票当日、だから翌日か、の時はこれ伊佐真一って書かれたやつは伊佐だから有効票とされていたってことなんですね。区選管はそう判断したね。やっぱりちょっとそこのところはその時点の判断がおかしかったんじゃないかなっていうそういう気がしますよね。結果的にこれ伊佐真一さんっていうのは大阪6区の衆議院議員の公明党の伊佐真一さん、ただ伊佐哲郎さんっていうのとは全く違うので、普通なら1回目にこれどう考えてても名前違うからこれは最初から無効票だよねということにちょっとならなかったのかなってちょっと疑問は残りますよね。でもよくこの一票をきっちりとやって正しい方向に落ち着いてよかったなという気がいたします。はい。次は、どうしましょうかね。ちょっとその後の15番参りましょうか。門田隆昌さんのツイッターですね。連日にぎわわせております。外国籍の子どもへの在留特別許可で、勇敢不死にコメントをされておられます。 LGBT 法の ASCII 洗礼を一歩進め、国民が知らないまま少数派の主張を優先、岸田政権は独裁独断の様相を呈してきた。違法行為への感情優先は民主主義の否定になる。日本はこのまま無計画な移民大国へ突き進むのか。人道上の問題っていう言葉を振りかざすんですけれども、そもそも人道上の問題と対処されている方が法律違反をしている、つまり不法在留だということであれば、これはまず一義的にそれが優先されるわけであって、犯罪歴がなければその子どもの在留は認めるよ、犯罪歴あるじゃないですかっていう部分で、昨日の繰り返しになりますけども、法務大臣明らかに言わされておりますね。斉藤健法務大臣はそもそもこういう考え方の方ではないので、この辺副団長いかがでしょうか。その法務大臣そういう考え方がないと言っても、それを実際に行ったので、ひらめなんだなと。上の人が変なことを決めたときにそれに意見できないで、その変なことに従う人なんだなという意味では、一般のサラリーマンならですね、私も一般のサラリーマンやってました、許されるかもしれないけど、法務大臣という要職にある方としては私は許されないと思いますね。そしてそれを命じたであろう、岸田総理という人は本当に見識がない、頭空っぽなんだなと。国家観がない、そして国家とは何か、国民とは何かということが、理解できていない。そして、国際社会というのがどういう、ものなのか、これについても、認識ができていない。多少お金をばらまけるとかですね、そんなことは総理大臣の資質ではないんですね。国民の過去、現在、未来に対してきちんとした政策を打ち出して、その国、国民の繁栄に向かって国を率いていける。
これが総理大臣の、まあ、一番大事なというか不可欠の資質であって、それを持っていません。もうとっとと本当に早く辞めさせたいと思います。ちょうど今国会閉会中なんだね。で、前も改正入管法の時にお話をしましたけれども、こと、まあ、入管法に関しては法律に書いてないことでも法務大臣が相当の強権を発動することができると、何度もこの答弁を政府から私はもらいました。例えば法律に書いてないけれども、こいつは絶対強制退去だと、すぐ返せと、本国に返せということを言えば無理やりでもできると。本来そういうふうに使わなきゃいけないわけですよ。しかし全く真逆ですよね。返さなきゃいけないのに、法務大臣の、まあ、特別な権限というものを逆の方に使っちゃってるということなんですよ。あとは国会閉会中に法律事項ではないことをこっそりとやると。まあ、自民党の中でもね、まあ、私がもし法務部会長であれば、こんなことを、確かに運用は法律事項ではないので、改正しなくても運用はできるんだろうけども、こんなの国家の存亡に関わるようなことを少なくとも自民党の与党の法務部会でやらずに決めることは何事だということでね、開催すると思うんですね。ところがまあちょっと昨日今日とその気配もないと、まあ、全国会議員もう地元に帰ってお祭りで一生懸命でございますので、ね、それはそれで大事なことなんですけども、まあ、この話題しばらく続いていく、まあ、そんな構成になろうかと思います。はい、23日となりました。本日も発見ツイッター探偵団、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。お目にかかりましょう。おやすみなさい。